宇宙からの侵入者です。こんにちは。いろいろと準備してたら手間取っちゃって。お姉ちゃんは？喧嘩した？お兄ちゃん、どんな絵を描いてるの？え？あ、こんなとこにいたんだ。先輩、ご飯当番ですよ。先輩、おせんちですね。私、ここ好きなんです。なんかここにいると嫌なこととか忘れられそうな気がするんです。ありますよ、私だって 100% バカじゃないもん。忘れられないですよ。死んじゃった方が楽かなって思ったりするし。先輩は髪がごっそり抜けたことあります？なんでもない。行きましょう。吉見先輩が飢え死にしちゃいますよ。お皿、お皿と。テーブル拭いてくるね。ご主人様！
おい、気がついたぞ。ユイト、よかった。お兄ちゃん、大丈夫？焦ったぞ。いきなり火柱が上がったから。耳、聞こえるか？ああ。呼んだら部がなくなっちまう。ごめんなさい、先輩。様がご無事でよかったです。ご主人様、泣いたら湿気で痛みます。そうご主人様がおっしゃいました。ご主人様の手。すまん。体温戻らないんだ。多分またおかしくなっちまったと思うんだ。治るのか？無理しないでね。先輩、ごめんなさい。ご主人様。平気です。ご主人様がご無事だったから。主人様、手。ご主人様の手、あったかい。
ご主人様。スーのシステム壊れちゃったら死のコードを入れてください。それで機能停止します。ご主人様がご無事でよかったです。ご主人様、ご主人様が冷えてしまいます。本当だ、ご主人様発電機。暖かい、この間と同じ。ずっとご主人様のおそばで眠りたかった。ご主人様、もしスーが死んだらご主人様が捨ててくださいね。スー、ご主人様にお会いできてよかったです。ご主人様はスーのこと主人様、主人様。で、ご主人様、スー。
生。